今回はビットリニアのビット数の違いなどを比較できるコードを公開してくださっている日本人の方がいましたのでプログラムを試したところ面白かったのですぐに実験できるように Google コラボレートリーの CPU で試せるようにノートブックを作成しましたビット数の違いよる変化などについて検証したい日本人の AI 史予学者の方が ビットネット関連のプログラムに触れるきっかけになることがありましたら幸いです。CPU でも気軽に試せるところがいいですね。このチュートリアルコードを使うには、まずは Google アカウントでログインをします。その後、ドライブにコピーを実施します。ドライブにコピーを行うには、こちらのメニューをクリックするか、 ファイルのメニュー内のドライブにコピーを保存を選択します。その後、お好きな名前に変更して一連の手順位を実施していきます。まずはチュートリアル動画撮影時点で 開発者の方が指定している Python のバージョンに変更します。PyTorch のバージョンは初期設定の Google コラボレートリーのノートブックの環境のままで大丈夫そうでしたので動画撮影時点ではコードで指定していません。 次に、ビットネットのリポジトリをクローンします。ノートブック上のファイル構造は、こちらのファイルマークをクリックすると確認できます。今回のチュートリアルコードの準備は簡単ですね。ビットリニアなし版や、ビットリニア1ビット版。 いわゆるビットネット、またビットリニア1.58ビット版、いわゆるビットネット1.58ビットなどの様々なニューラルネットワークの学習を比較できるコードを実行していきましょう。初期設定は20回です。まずは20回で実行してみることをおすすめしますが、必要に応じて、 回数を指定していろいろと検証してみてください。学習は1のビットリニアなし版、2のビットリニア1ビット版、3のビットリニア1.58番の順番で実行され、最後に学習結果のグラフが表示されます。それではコードを実行してみましょう。 一のビットリニアな指板で学習自由です。ロスの値が0に近づくほど精度が向上します。た、ACC は精度を意味します。こちらは100%に近いほど精度が良いという意味になります。学習には時間がかかるのでしばらく待ちます。 2のビットリニア1ビットあり、半の学習が開始されました。ビットリニアな指板よりも良い結果となっています。 3のビットリニア1.58番の学習が開始されました。すべての学習が完了しました。1ビットや1.58ビットのビットリニアを使ったニューラルネットワークでも通常のプログラムと比べて あまり差がなさそうですね。その中でも最終結果は1.58ビットのビットリニアを使ったニューラルネットワークの精度が一番のようですね。2014年に話題となった論文によると LLM の場合にはパラメータ数が大きくなるほどビットネット B1.58 の良さが出たとのことですが今回のように MNIST を使ったちょっとした実験でも1.58ビットの良さが出るようでしたので興味深いですねここ最近は毎日 ビットネット関連のプログラムの情報を調べていますが、プログラマーの間では関心が高そうですね。情報を調べる中で感じることとしては、日本をはじめとして、 世界中のプログラマーの方々が先人のプログラムを参考にしつつ、思い思いにプログラムを開発されているようですので、今後のビットネット関連の技術の進展や応用が楽しみですね。今後も少しずつではありますが、ビットネットについて学び、 何かしらのアウトプットができればと考えています。では、また。